M24 はいてザにある天の川の一部。他のメシエ天体と異なり、特定の天体ではない。NGC6603 はその領域に含まれる小さな三階星団である。昔からスタークラウドと呼ばれ、いろいろな観測者が記録を残している。肉眼でも見える素晴らしい光の塊である。双眼鏡でも素晴らしい光の塊が見え、 昇降形でも面白い対象である。ただ、双眼鏡では、スタークラウドしか見えない。光景20センチメートルになると、視野いっぱいにほのぼしがまるで洪水のように、充満している姿を見ることができる。NGC6603 は、スタークラウド内部の赤い星のすぐ北にある。NGC6603 を見るためには、 合計8センチメートルの望遠鏡が必要であるが、合計6センチメートルでは、星雲上にしか見えない。分離してみるためには、合計1 5トルの望遠鏡を必要とする。また周囲をよく見ると、暗黒帯がいくつも広がっている部分も確認することができる。1764年メシエが発見し、天の川の中に、星雲上の広がりがいくつかのパートに分かれ、様々な、 明るさの星が見られると記している。ジョン・ハー・シェルは、この中の NGC6603 を見て、極めて星が多く、よく集中していると説明し、以降の混乱のもととなった。ドライヤーはメシエが、この6603を見たかどうか、疑わしいと言っている。ワレンクイストは、カタログからこのスタークラウドは除外した。ありがとうございます。